はいどうも、秋田翔と内山さんです。今日の企画はですね、はい、TikTok 公開コンサルということで、 LINE に登録してくれている人からですね、はい、動画の添削をしてくれっていうご依頼がありまして、はいはい、こうやって公開コンサルをね YouTube 上でやっているんですよ。はい、なんですけども、今回ちょっとだけ特別に、はい、このねバズハックをですね、うちの会社で運営してるじゃないですか、でそれの責任者がうちの会社にいるわけじゃないですか。責任者ね、夏菜っていう女の子がやってるんですけども、はいはいはい、その子はね TikTok 一応昔やってたんですよ。あ、そうなの。そうそう、でなんですけども、我々バズハックのですね、SNS を動かしている本人が、趣味での TikTok 運用してたら、まあ確かにね、やっぱ我々プロがやってるのに、素人に任せたらちょっとダメだよ。だから結局のところ、我々が自分でね、こうやってバズハックを、それは全部管理したらさ、もう言うに決まってんだろ、そんなもんさ。そうやな。なんだけどもさ、うん、素人に運用されるのさ、腹立つじゃない。だからうちの会社の子なので、ゴリゴリパワハラをしてやろうかと思いまして、ちょっとボロクソ言っちゃおうかな。そう、うちの会社の夏なのですね、 TikTok を存分にディスってやろうという、そんな企画でございます。最近ストレス溜まってるから、任して。溜まってたからねということで早速やっていこうと思うんですけども、まあとりあえずね、かわいそうだから一番伸びてるやつで見てやろうか。じゃあどれぐらい伸びてるんだ。夏っていうのはですね、こちらのアカウントですね。これですね。はい、おお、めっちゃ再生されてるじゃん。トップ200万、250万、290万再生。すごいすごい。まあまあまあ、でも200万ですか。まあ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 、ね、たまたま上がってるかもしれないからね。まあまあまあ、でもバズハックの方がほどそう多いしね。実際ね。TikTok あれだけど、YouTube はね。ちょっと YouTube はこちら多いからね。そうそうそう。じゃあこいつ結構長年やってるから。これ始めた時とかは20歳だったけど、今はもう23だから。なんか。じゃあとりあえず一番バズってるのを見ていただいて、この動画ダメだよねっていうのをボロクソにね、言っていこうと思います。それではやっていきましょう。一番バズってるやつからいきましょう。じゃあまずはこちらです。お母さんの前で風船食べてみた。ママ、何？なんかちょっとお腹空いたかも。あ、本当ご飯できるよ。待ってて。あ、本当ご飯できるよ。あ、でも、いや、今日ご飯、いいや。え？作ったよ。作ったよ。うん、これ食べる？え？何言ってんの？おー。おー。グーグー飲んで。ジープ見て。見て。おー。面白いこれはすごいわ。これ300万再生される価値ある動画ですね。いや、待って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 、すごすぎる。待つ待つんだ。ちょっと待って、今日の企画内容覚えてます存分にうちの会社の方をディスり散らかす。いや、あれね、ディスれねえわ。これは完璧。46秒、長いですよ。46秒の満足感すごい。僕も今2年ぶりぐらいにこのチャンネル見たんですよ。うん、すごい。あ、これ面白い。びっくりしました。はい、ということでですね、ちょっと企画を変えます。今回結構マジで久々にね見て、あの、まあ、その会社の子なんで、まあ、僕よろしくいいっすよっていう感じで始めたんですけども、はいはい、悪いとこないわ。僕目線も無理やりね悪いところ出そうと思えばなんとかなるかなとは思うけど、火の打ちどころがないわ。マジ結構マジで強いので、企画変えましょう。はいはい、企画を変えて、この動画の何が良かったかをお話をしていきます。で、はい、この動画が何が良かったか分かれば、皆さんもね、動画を作る時の参考に、ね、なると思いますので、うん、そうですね、やっていきましょう。一つ目、見た目を良くしてる。やめろ、やめろ、やめろ。本当、本当はちょっと、あれなのやめろ、やめとけよ。じゃあ、なんだろう、ちゃんと、フィルターと加工かなで、全体的にちょっと温かみのある雰囲気でやりつつ、一足でもデフォルトで加工かかるからさ。まあ、そこでなってるんかな、肌質というか、すごい、あ、可愛いってなるような感じになってる。まずちゃんとそこね、その見た目の部分って意外とね、気使わない、気使わない。マジレスしていい。うん。やつが、はい。加工してもしなくても、あの金このまます。あ、そうなんだ。これ、視聴者さん、これ惚れてまうんじゃない？大丈夫？やっぱ、結構ファン多いっすね、やっぱり。バズハックの、すでに既存ユーザーとかも、え、この子が動かしてるんやって。ファンにならない？大丈夫？逆にね、この夏菜が運用してるということでファンになってる。そう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 。はい、この子がやってます。二つ目、絵文字とか文字の使い方が上手。やばいよね。わかる。普通の方。過去にそれテロップの出し方とか色味、フォント、アニメーションとかももちろんそうだし、絵文字グーのところ、ね、グーのところとか、
絵文字ってこれマジセンス、うん、出せる人マジで少ないし、これマジですごい。あとこの場所位置とかもそうで、この彼女はこの後風船を食べますとか、一番最後の気まずくなったとか、そういうなんか心の心境、言葉のテロップを入れるのって誰でもできるんだけど、うん、心の中の声はとてもセンスなんだよね。これどっかのコンサルで言ったんですけど、うん、自分の喋ったことだけを出せばいいっていうわけじゃなくて、うん、ここは出した方がいい、出さない方がいいとか、テロップボケですよね、うん、テロップボケをするっていうのは亀のセンスですよね。素晴らしい。3つ目、音の入れ方が上手。最初はあえても BGM は入れてない、ところどころ効果音も入れつつ、この食べる時の風船もぐもぐタイムでなんとかプレジデントを入れるっていう、この一気に盛り上がる曲を入れるっていう、テンポ感綺麗ですよね。うん、上手上手。そしてここの時に若干エフェクトを入れてる、エフェクトもね、このキラキラ感入れてるのもバジリスクタイムというか、なんかスーパーマリオのなんかスター状態の感じがすごいいい演出。4つ目、お母さんとの掛け合いが上手。ぶっちゃけ一人でやろうともできるのよ。お母さんなんかんたらかんたらで、でテロップで無音でポンって出す、うんうんうん、でもいいんだけど、このお母さんとの掛け合いがあることによってさらに面白さが増してる、動画のパワーが増してます。しかもこのお母さんね、多分ガチババ、ガチお母さん、しかもお母さんの反応も面白い。お母さんの反応いいっすよね。そう、グーじゃないよ、ジーくん見てって。このジーくんの時にパッと猫出すのも、これめっちゃセンスあるの。そう、上手上手。猫の手も借りたくなる。いや、これすごいよな。こう、ほんと上手だな。突然の冷静ってやつ、これすごいと思ってて、結局のところ、うん、お母さん別に多分そんなに演者力として唐突に冷静になったわけじゃないのよ、うんうんうん、あのお母さん演者力がちょっと足りなくて言えなくなっちゃっただけなんだけども、うんうんうん、そこを突然の冷静っていうのを入れるっていうのは、これ動画編集力なんですよ。で、撮影が面白かったとかそれももちろんあるんだけども、お母さんを面白くしてる編集の力でね。で、やっぱ動画編集者ってぶっちゃけなんかただでカットしてそうねっていうやつが動画編集とか言ってるやつ多いじゃないですか、うん、そうじゃなくて結局のところ編集で面白くするっていうのができてるんで、うん、これすごいよね。センスが詰め込まれてるな。これキャップカット、そうです、これ多分3時間とか5時間かかってる。そんなかけてない、かかってない、ま、かかてマジで1時間くらい。早いね。こんだけのセンスを出すのも結構時間かかるし、こんだけのテロップ量とか BGM とか入れるのも結構時間かかるのよ。早い、1時間ちょっとでできるの、マジすごいな。今日はなんか TikTok 公開コンサルということで、うちの会社のね、夏の応募を引き下ろしてやろうかと思ったんですけど、うん、今良かったな。そうね、が強いて言うならよ、うん、強いて言うなら、こんだけいい動画作れるんだけど、最近の動画はちょっと、あーそう、このね、撮影の前にちょっと見たんですけど、最近なんかさ、結局踊って上がりますよね。ちょっと、もったいない。何なんだお前は。才能があるのにね、その才能を生かしきれてない。ちょっと、しかもこれ結局200万再生を3回連続で出してたじゃないですか、うんうん、だから要はちゃんと伸びるコンテンツ作れるクリエイター。そうなのよ。なんですけども最近ね、うわ、ちなみにこれなんでですか。アンチが、アンチのせいで素晴らしいクリエイターが萎縮しちゃうのもったいねえよね。うちはいくらでもアンチいるもんね。ああそうだよ、そうだよ、マジでいっぱい叩かれるから。もうね、だから夏菜に関してはすごくいいクリエイティブをやってたんですけども、まあ、なんでこの企画が始まったかっていうと、まあ、最近の動画がマジクソみたいなものしかねえなんて知ってたから、うん、だからこの企画始めたんだけどね、いいクリエイターだったわ。そうなんだよ、いい動画作れるはずなんだけど、ひよってね、ひよってね、頑張ってですね。はい、ということでですね、今日は TikTok 公開コンサルで夏菜ということでですね、やっていきました。いやー、これね、自分ももっとね SNS 伸ばしたいから教えてほしいって思っている方はどうすればいいんですか。この後流れる動画をしっかり見てきちんと勉強していきましょう。それでは動画流れます、どうぞ。この動画を見て SNS マーケティングに興味を持ったそこのあなた、概要欄から SNS マーケティングチャンネルバズハックの公式 LINE を登録してください。バズる TikTok のテロップの入れ方、 TikTok で稼ぐおすすめの方法5選、 TikTok を IP アドレスでバズらせるヤバすぎる裏技、 TikTok のバズる方法を解説するやつのやり方がいろいろと、その他これだけの特典がですね無料で受け取れます。え、本当に無料なの。本当に無料なんです。え、じゃあ受け取らないなんてもったいないじゃん。僕もそう思うんですけども、実際ね行動に起こす人ってのはほとんどいません。そのままブラウザバックしたって人生何にも変わりません。
せっかく動画を最後まで見てくれる熱心なそこのあなたは、ぜひ LINE 登録して、無料プレゼントを受け取ってください。また、無料プレゼントとかもどうでもいいから、秋社長と内山さんにすぐにでも直接 SNS を教えてもらいたい、SNS 運用をしてもらいたい、SNS で有名にしてほしいっていう方は、概要欄からホームページに飛べますので、そちらから直接お問い合わせしていただけると嬉しいです。それでは、今日も最後までありがとうございました。実際行動できる人はなかなか少ないんですけど、あなたとお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。ぜひね、行動していただけると嬉しいです。楽しみにしております。バイバーイ。